で、ちょっと移動しましょう。もういいよ、ここ、うん、で、あ、出れない。さあ、始まりました。続きネバーネバリ君となったお兄さんのゆっくりゲーム実況のタイトルは無栄刀です。無栄刀ってやつネバよ。ああ2回目ネバ ね、 ね、後半、これでもう今回のこの実況でクリアしちゃいましょう。もう脱出しようね。結構しょっちゅうお化けみたいなやつ出てくるやつだから、うん、あ、なんか見つけ、まがたまってたの、うん、そこはね、ここ手がね、うん、手が出てきたところ。じゃあちょっと移動しましょう。ここはここはこれでなんか火じゃなくてつけたんだっけ。マップ で、 マップで、そうだな、手術室でも行ってみる。手術室、はい、うん、手術室行ってみる。うわ、行ったことないね、手術室ね。気持ち悪い。ほら、そこの、うわ、なんか動いてない、上。本当だ、動いてるね。どうだろう、ちょっとそこの下のところの、その棚の、棚の下のところも見て。違う、その棚の床に何か落ちているね、うん、もう一回ちょっと離れてみて、でもう一回見てみて、ほら、もう一回見てみて、うん、ほら、見るたびに近づいてきている。じゃあもう一回、あ、なんか手に入れた、手に入れた、ね、何が近づいてくる。ゆっくりじゃないじゃん、いきなりだったじゃないかね。横綱の突っ張りが来たね、今ね。いや、引きずり込もうとしてたんだよ。あ、そういうことか。逆でしょうね。で、実はですね、これね、ないね、ちょっとぐるって回って、まだまだあのぐるって回って、ほら、服とかも、あ、日記、千葉の日記、ちびの日記、千葉の日記だよ、千葉の日記ね。で、下とかもこう見てて、ない。あ、なんかほら、ほら、お、ほら、ちょっとシンクみたいになってよ、もうちょっとそこに、ここ違う違う、うん、あ、あ、何、全然わかんない。ノコギリセットだ、やったね。こういうのはもうすぐ装備だ、装備ね。じゃあほら、ちょっと手術台の方見てみて。え、手が、手袋だ。手術台の方見てみて。え、誰、え、ギザってやっちゃった、ノコギリ。ダメだよ、殺人だ。これ実はですね、携帯をあの横にこう揺らすと、実は上の、え、ほら、本当だ、ね、ほら、あ、何か落ちたぞ。じゃあ拾ってみよう。え、ほうほう、見つけたね。あ、じゃあちょっとここマップで出ましょう。この人何にもしなくていいねば、ちょっと、ほら、寝てるからさ、起こしちゃいけないよ。ギザギザに切ったかと思ったね、これ。ひどいね。じゃあマップで、ちょっと移動しましょう。もういいよ、ここ、うん、で、あ、出れない。誰、今のはな、どう、ちょっとネバル君驚きすぎでしょ、だって移動しようと思って、マップが反応しないと思ったんだ、おかしいと思ったんだよ、はい、じゃあその辺ちょっとタップしていろいろ。そしたらすごい貞子みたいなやつがいたんだ。ほら、気づいたらトイレにいるし。じゃあ今のところちょっと探して、なんでここに来たのかっていうの、下の方とか、下の方、気づい、どうなっちゃった、待って、もう全然謎とか全く頭働かないんだよね、怖くて。後ろ、大丈夫、なんでここにいるねば、わかんないね。じゃあ一回ちょっとマップで移動しよう。え、マップで移動しよう。え、だって なんでここにいるの、今拾った、今拾ったから、なんか大丈夫、それだけでいいの、うん、じゃあそれじゃない、マップで、なんで、で、あれ行ってみよう。ここねば、そこじゃない、診療、あ、診療室行ってみよう。診療室ね、バカ。診療室で、ほら、あの、あ、それちょっとさ、アイテム、
入んないわ。で、ノコギリ。ノコギリじゃなくて、これ縫合するんだったら、針と髪の毛。お、髪の毛組み合わせて。あ、縫合。で、これを使って。お、くっついた。つけたね、今。え、動いた。なんか、鍵が。あ、握ってたんだ、鍵を。机の鍵。針が鳴ったね、今。どっかあったね、今ね、鍵が閉まって、ここだったかな。あ、そこ使えるかな。かかった。開けた。ああ、これ押してみて。メガネ、メガネ、メガネ。うん、すごいね、メガネ、メガネ、メガネ探してるおじさん。メガネ。違う、メガネ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 。これはまだね、解けないんで。はい、じゃあ一回戻って。マップ？マップじゃなくて戻ってで裏見て。また誰かいるんじゃないの？そうやってやってみて。あ、ほら。レントゲン室、ここになんかさ、ほらちょっとアイテム見て、アイテム、なんか置けそうなの置いて、これだ。お、で一回出て、でこれなんだろうね、これね。で足のタグのやつがあったやつか、じゃあ正解だった。あ、そう、一回裏見てみようよ。あの裏に書いてあったよね、あの壁に。そこじゃない、壁。ほら、R は4 R4G7B2 R って何？色。グリーンがとかそういうこと？そう。レッドが 4 赤 4 472 472ね、はい、472、はい、472やってみましょう。4 7、うん、くしゃ、あ、なんか入ってるよ、ほら。あー、入ってるね、心臓のとこに。っていうことは、これを何かで切ればいいんだね。ノコギリ。お、一回じゃあ拾わないとダメ。ノコギリか。じゃあこれと組み合わせて、これとこれを組み合わせる、うん、車の鍵、車の鍵、うん、逃げれる。いや、まだだって逃げてもいいけどさ、友達を、僕たちのって言ってるよ。そう、だから友達が消えちゃってるから、友達を救出しないと。僕たちの勝手に帰っちゃダメだよ。だって自分たちの鍵がいきなり人体模型入ってたらめっちゃ怖くないね、バカ。怖いよ。何されちゃ、あ、ここも解決してないんだったね。で、今、あとアイテム、あ、なんか貼ってある。院長の日記、手に入れたね。院長の日記、鍵だ、鍵が開いている。違うとこ行きましょう。病院が出られるよ。いや、でも友達をさ、連れて出ないといけないから。そっかね。そう、マップでまだ解決してないのもあるから、待っとくね。うん、病室行ってみる。病室なんかあるかな。からは何をやんだろうな、あれかもね。あ、じゃあさ、メモ帳をちょっと見てみる。あ、なんか拾ったね、外観写真。メモ帳を見て、はい、これね、これを見てみて。3ページからでいいの？1ページ目ない？院長の日記、院長の日記、あれ、院長の日記3ページから。2ページがないね。2ページがないね。2ページないね。2ページ。探さなきゃいけないってことね。そうだね。探さないといけないね。何でねばよ。どっかにない？院長、こことかさ、なって何もなかったねば。ないね。あ、霊安室が。なんか閉まっちゃ、なんだ。じゃあこれちょっと。これ何、こうやってくやつ。ほら、血の色でまず、これロックを解くには血の色で。なんだ。それ重なっちゃってるってこと。うん。こうやって。そうね。こういうこと。うん。あと血の色は。さあ、そうだね。だから。あ、じゃあそれね。そこはもう確定だね、じゃあその端。あ。これね。で、あとは。
それだともう合わないな。それだと合わないな。それだと合わないな。それ一番下のやつは端に合いそうじゃない？これ？うん。一番右に回転させて。あと3つだね。じゃあこれがここにブスってこないとダメだね。そうだね。そことそれしか合わないからね。こいつとこいつは確実に合うってことだね。それだと思う。違う。どう？そうだね。ということは今もう形が見えたね、今ね。ほら、形が見えたね、もう。ここが下になって、これ上か。そう。ああ、そういうことですね。はい、できましたね、バー。はい、できた。そしたら中に入れます。え、さっき入ってなかったっけね。お化けがほら閉めちゃうんだよ。で電気類も入り口でのだよね。あれ裏の方ちょっと見てみて。お札とか。あ、お札があるぞ。お札をちょっと触ってみて、お札をちゃんと入念にちょっと。ただもう日記が出てくるかね。やば。お札の裏に何か。ほら何か。あ、2ページ目出たね。出たね。そしたら1ページ目からちょっと見てみよう。1ページ目は、まず急性の患者、斉藤さんの手術。柴田さんに尋ねたが、いつからないかわからないと。じゃあ2ページ目見てみましょう。2ページ目。急死。運び出して急性の。あれ斉藤さんが急死した。まず斉藤さんが死にました。じゃあどこにあるんだ、メスが見つからない。じゃあ斉藤さん一人目死にました。はい、いっぱい死んでくねばか。で3は体内にメスがなかったこと千葉さんに打ち明けた。千葉さんを突き飛ばしてしまった。千葉さんは死んでしまった。じゃあ千葉さん殺しちゃった。で次は千葉さんがメスを隠し持っていたに違いない。目黒さんが何かを探しているのを尋ねた。目黒さんにメスを渡したのだ。うん、また今度目黒さんを殺しちゃってるね。目黒さん殺した。じゃあ目黒さん死にました。目黒さん、はい、そしたら千葉と目黒はガキと林の手術の時も助走して。ガキ？ガキと林どちらかの腹の中に隠した。うん、子供の遊びに付き合ってこれから腹を開く。まだ死んでない誰も。おいで。で次。あ、違う違う。え？林は冷たくなってしまった。あ、じゃあ林死んだ。林死んだよ。で？どこにもない。ガキの腹の中にもなかった。ガキも殺してるなこれは。ガキも。じゃあね。じゃあこれガキ殺した。じゃあちょっとカルテ見てみよう。カルテ、はい、斉藤さんだ。斉藤さんが一番最初に死んだよね。斉藤さん見て、さっきなんかほら趣味は趣味車。じゃあちょっとさっきのさあの鍵で手を縫合した時に机の鍵もらってさ、なんかメガネとか言ってたのあったじゃん。はいね。あそこちょっと行ってみよう。病室じゃないね。診療室かな。診療室。あれ？違うね。机。何かな。ちょっと見てみて。ほら、車とか。死んだ人の趣味の順番ってことね、ばっか。タバコとか書いてあったね、ばだからね。じゃあそれをちょっと見て。じゃあまずは最初が。斉藤さんは何だっけ。斉藤さんは。斉藤さんは？
車、斉藤さん車ね、私書いてますよこれ。で次、次死んだの、次が千葉さん。千葉さんは書いてないんだけど、いやまだわかんないじゃん。ほら千葉さん書いてる。あ、ガキ。え、じゃあ林さんは、林さんは、趣味は、趣味かわかんないけど書いてないね。胆のうがあって、メガネ、ん、偽メガネ着用だから。あ、メガネね、じゃあ林さんメガネね。偽じゃない、ためだった、メガネ、メガネね。ニム、小倉さんはこれガキでしょ、ほら9歳だから。9歳ガキは、飛行機、飛行機のおもちゃって書いてあるから飛行機、飛行機、はい。 であとは患者のカルテじゃなくて、それタバコが、千葉、千葉さんタバコ、千葉タバコ、千葉コ。目黒さんが犬の散歩、犬、はい。じゃあこれでちょっと、じゃあちょっと、で一番目に殺されたの斉藤さんは車、次が千葉さんはタバコ、タバコ、目黒さんは犬、犬、目黒さん犬、犬じゃないんじゃない、じゃあ目黒さん、ちょっともう一回見てみて。リンゴじゃないんだって、残りだから。リンゴじゃないでしょ、これ化粧が。ちょっとちゃんと見てみて、千葉さん、香水の中に匂いがきて、あ、じゃあ香水だね、じゃあそれ香水、リンゴじゃないんですよ、ほら香水、香水だったね。ばで次林さんがメガネ、メガネで最後が飛行機ね、ばかガキが、うん、入った。あ、釘抜き、釘抜き、えっ、なんだよ、釘、何が目的なんだねわよ、釘抜き、釘抜き持っとくねわよ、うん、じゃあ釘抜きで、あれだね、え、後ろ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 、ちょっと後ろ見て、後ろない、ないんだよねわ、ね、思わせぶりなんでね。じゃあさ、恋愛室行ってみよう。恋愛室、うん、お兄さんが行った方がいいんじゃないの、恋愛室は。恋愛室じゃない、恋愛室だよ、はい、え、友達、あ、友達、ほら助けられたよ、早く逃げようよねば。じゃあ受付、受付行って早く車乗んないと、そんなとこやつ殺された、早く早く逃げる、あーあー、間違えちゃった、お手洗い一回様子ました方がね、もしかしたらトイレ行きたいかもしれない。受付行って、で鍵、車の鍵かな、車の鍵持ってるね、もう行きます、はい、出れ出れ、はい、出れ、出してくれ、あ、よかったね、逃げれた逃げれた、あ、いた、いた、院長か、誰だ、院長だねば、あ、昔あそこで何か起きたのか見たんだ、友達はなんであんなとこ閉じ込められちゃってたんだね、謎だね、あ、87%、87か、これでも87ねばか、まあね、でもちゃんとクリアできましたよこれ、いや、あーよかったね、あーよかった、あーすっきりしたねば、ね、じゃあさ途中でさ帰ろっかって、もう逃げちゃおうかって言ってたら友達を助けずに逃げてたから達成率が低いってこと、うん、多分そうだね、 50% とかそんな、でも逃げれたねばかそうね、ただ人手なしだよね、いやでも無理でしょあの状態だったら、もうだって自分だったらもう、まあまず入らないねば、例えばね、そうね、こんなとこ行かないでくださいね、うん、皆さんね、ゲームだからね、本当にね、こういうとこ行っちゃダメなんだよ、そうだよ、廃墟の病院とかね、遊び半分で行っちゃダメですよ、行っても、はい、別に戻ってこれるけど、そっから結構いいことが起きなくなるねばよ、そうだよ、気をつけてねばね、そうですよ、大体不法侵入だから、そうねば、ダメだよ、犯罪ですよ、みんなもうゲームだけにしてくださいねば、はい、じゃあまたということでホラーゲームやりましょう、またね、ゲーム実況でしたねば、はい、みんな、はい、ありがなっとー、バイバイねばねー、見てくれてありがなっとーねばー。